皆さんおはようございます。新大ハイプの長谷川です。新大ハイプとは等身大で楽しくをモットーに、新潟大学の学生教員職員が一緒になって活動している PR グループです。はい、突然ですが最初にお伝えしておくことが2つあります。1つ目は、今回が僕の音声配信の最終回になります。3月からハイプの舵取りをバトンタッチすることに決めたので、僕はこの2月末でハイプを辞めることにしました。全世界のハセケンファンの皆様、本当に申し訳ありません。最終回ということで、いつも以上の超絶大ボリュームになっているので、ぜひ最後まで聞いていってください。そして2つ目は、今回が最終回にもかかわらず、僕はですね、今猛烈に怒っています。え、誰に？いや、そんなのハイプの学生メンバーたちに決まってるでしょ。僕はハイプで2年半くらい活動してきたんですけど、言いたいことはいろいろあっても、それはぐーっと我慢してきました。でももうその我慢も限界です。なので今回はハイプの学生メンバーに、これまで溜め込んできたものを、もう最後なんでね、もうこの場で全部吐き出してやりますよ。先に注意しておきます。この先僕はかなり口汚い言葉で理不尽なことを言うので、もうそういうのが嫌な人はもうここで聞くのをやめてください。ハイプの学生メンバー、そう、お前らだよ。なんかお前ら Z 世代は注意されるとすぐめげるから、年上の世代はお前らを怒らないっていう風潮があるらしいな。そんな風潮知ったことが？は？ Z 世代？昭和生まれのこちとら、 Z なんてドラゴンボール Z しか知らねえよ。いいか、ハイプの学生メンバーは正座して最後までちゃんと聞け。あー、もういろいろ言いたいことが多すぎて困るんだけど、もうね、まずはこれだ。学生メンバーのもうレスが遅い。もう LINE のレスがマジで遅い。あのさ、1年365日のうち500日くらいスマホと一緒にいて、もうキャンパスを見渡せば大学生全員が二宮金次郎みたいにスマホの画面を見ながら歩いているような状況なのに、なぜ LINE のレスが遅い？一体お前らどこを見てる？いや、そう言われても他にもたくさん通知が来てるし。黙れ！そんなもの当たり前やろ。どう返そうか考えるのに時間がかかって。黙れ！全部が全部そんなわけないやろ。リアクションだけとかスタンプだけとかでもええもんいっぱいあるやろ。それすらしないとどういうことや。ええか、レスが遅いというのは、あなたは私にとって大切な人じゃないっていうメッセージやねんぞ。だってお前ら好きな相手からの連絡だったら、スマホがぶっ壊れる勢いで飛びついて画面を叩き割る勢いで即レスするやろ。あとさ、ハイプのチームリーダーやったほとんどのメンバーが言ってるけど、チームに連絡してもレスがないんですって。てかさ、それ言う前に鏡の前に立って自分に問いかけろ。自分はレスができているかって。あのさ、今は友達レベルの話で済んでるけど、仕事をやり始めてレスが遅いとか、もうリアルに死ぬぞ。自分はまだ大学生だから大丈夫だしとか思ってるならもう終わりや。今できてないやつがこの先できるわけないやろ。とにかく簡単なレスでええから、それをちゃんとやれ。ハイプで言うと、ちかこさん、ゆいさん、竹直くんとかは基本的にリアクションしてるやろ。あれでええんよ。簡単でええから、レスは早くしろ。あー、話し始めたら止まらんわ。もういろいろと浮かんでくる。あとさ、これも何回も言ったと思うけど、もう全然できてないっていっつもイライラするのは、提案ね。お前らみんな質問が多すぎる。これで大丈夫でしょうか？ハスケンさん、どうしたらいいですか？どっちがいいかわからないんですけど。あのさ、俺がこの世で一番嫌いなのが、口内炎とどうしたらいいですかや。どうしたらいいですかって何？もうさ、相手に意思決定のすべて投げちゃってるよね。え、じゃあ何？相手に死ねって言われたら死ぬの？あのね、質問するってことは正解を求めちゃってんのよ。間違ったらどうしよう。失敗するかも。損しないかな。そんなことばっかり考えて、結局自分ではその正解がわからないから相手に委ねる。言い方悪いけど、お前ら受験病にかかっちゃってるよ。正解と不正解がある学校の試験と同じ物差しで人生の意思決定を見ちゃってることに自分で気づいてないよ。あのな、正解なんてないんだよ。ないものを求めて相手に質問するのはもういい加減にやめろ。
質問じゃなくて提案をしろ。提案というのは、私はこう思います、いかがでしょうかって相手に自分の考えを伝えることや、ハセケンさん、私は今回の企画だとこれがいいなって思うんですけど、どうですか？吉田屋とラオカントン、どっちも捨てがたいんですけど、ハセケンさん的には揚げ物が苦手だと思うので、今日はラオカントンの鶏のうま煮を食べに行きませんか？どうや、単にアホみたいに相手に質問するだけじゃなくて、これだと相手にお前らの考えがちゃんと伝わるし、聞いたこっちとしてはいいね、それで行こうって答えるだけで済むやろ。ちょっと話はそれるけど、スーパーのレジのバイトをしている大学生で、レジ袋はどうされますか？3円と5円のものがありますが、って質問してくる人がいるけど、あれもマジでやめろ。こちらでしたら5円の袋1枚でいいと思いますが、いかがでしょうか？だろう。そしたらお客さんは一言ではいって済むやろ。飲食店でバイトしていて、お客さんがどれにしようかなって注文で迷ってる時に、まさかとは思うけど、ボケーっと待ってないよね。ハイボールでしたら、こちらのメンチカツはいかがでしょうか？小ぶりながら肉の旨味がギュッと詰まっているので、ハイボールによく合うと人気ですよ。そんなこと言われたら、メンチカツがこの世で最も嫌いな食べ物だと思ってる人でも反射的に、じゃあそれでって言うてまうやろ。スタバに行った時、メニューを見てどれにしようか迷っていたら、店員さんは、最近こちらのフラペチーノが出たばかりなので、甘いものが苦手でなければおすすめですよって言うてくるやろ。それそれ。そしたら迷ってても、じゃあそれにしようかなって思ってまうやろ。いいか、質問じゃなくて提案だ。迷って不安でどうしたらいいかわからない時こそ、自分の意見を提案として伝えろ。それが相手にどう受け取られるかは相手の問題だから気にするな。相手の反応が悪かったらそれは仕方ないと思って流せ。これまでたくさんの方と一緒に仕事をさせていただいてきたけど、仕事ができる人は必ず提案があるんだよ。いや、そんなこと言われても、これまで誰にもそういうこと教わってないし。バカ野郎、そんなの当たり前や。またちょっと話はそれるけど、まだ気づいてないの？学校で学ぶべき最も大切なことは、本当に大切なことは授業で教えてくれないということに気づくことだぞ。それにも気づかず、池の声のように、なんか大切なものを授業で先生が投げてくれるのを口をパクパクしてボケーっと待ってるつもりか？提案が大事なんて誰も教えてくれないんだよ。自分で気づくんだよ。大事なところ言っておくと、わがままと提案は違うからな。わがままというのは、俺はこうしたい、それだけで終わってるやつや。それはダメ。そうじゃなくて、提案というのは最終的に受け取るか受け取らないか、その判断は相手に任せるんや。相手に判断の余白を残す。俺はこう思うんだけど、どうかなって。とにかく今後のハイプの活動で、どうしたらいいですかはもう禁句。もう分からなくても自分の考えを相手に伝えろ。ハイプの活動だけじゃなくて、友達にも先生にも家族にも、これから先の仕事でも提案をし続けろ。どんな時も、私はこう思います、いかがでしょうかだ。はあ、話したらちょっと怒りが収まったわ。他にも個別に怒りたいことあったけど、まあ今日はこのくらいにしといたるわ。というか、まあ、ぶっちゃけ今日はみんなを叱りたいわけじゃなくて、実は後悔していることがあるんですよ。それは何かっていうと、これまでちゃんと皆さんを褒めたことがなかったことです。僕は正直褒めるのが得意ではないです。動画編集やサムネイルのフィードバックをする際でも、もっとこうしたらいいのになっていう点ばかり目についてしまって、良い点を褒めずに終わってしまっているのは、毎回申し訳ないなと思っています。だから、これから話すことも正直うまく伝えられていないかもしれません。それでも、この2年半ほどの活動の中で、僕から見たみんなのいいところ、素敵なところ、素晴らしいと思ったところを最後に伝えたいと思います。ハイプって、みんなそれぞれ活動がある中で集まっているグループなので、基本バラバラなんですよね。まあ良くも悪くも。だから、もう会わないメンバーもいると思うので、今までお世話になったメンバーを全力で褒めます。みんなを褒めるのは、これが最初で最後です。もし会うことがあっても、この音声配信のことは記憶から消去しているので、そのつもりで。はい、前置きがウルトラスーパー長くなってしまいましたが、ここからが今回の本番。さっき怒ってたのは、まあ正直どうでもいいです。いや、まあどうでもよくはないか。うん。ここからお話しするのが、僕がみんなに本当に言いたかったことです。それでは行ってみましょう。まずは、
医学部3年のたけし君。たけし君は圧倒的なタフさと猛烈な腰の低さを両立した人です。たけし君と一番の思い出は、やはり昨年神戸へ一緒に撮影に行ったことですね。あの時の撮影は移動距離も長いし、ちょっと撮影しては次のところへ移動してを繰り返して、もう朝から晩まで撮影しっぱなしでしたけど、たけし君は全く疲れた様子を見せず平然と撮影をこなしていて、この人のタフさやばいなって心底驚きました。たけし君はハイプ以外にもいろいろなことをしていて、もうその行動力には目を見張るものがありますが、その行動を可能にしているのは多分このタフさじゃないかなって僕は思います。あとたけし君はとにかく腰が低い。たけし君は他の学生メンバーよりも年代が上で、しかもまあそれだけ行動力があるとつい偉そうな態度を取りがちだと思うんですけど、そういう偉そうな態度や雰囲気を全く見せない。もうそこは本当にすごい。ハイプメンバーと飲みに行った時も誰よりもふざけた態度を取ることで場を笑わせ和ませてくれていました。偉そうな態度を取らず、腰を低くして年下の世代に接することができるたけし君の姿勢は、自分も学ばないといけないなといつも思わされました。他にもたくさんあるんですけど、僕の中ではこのタフさと腰の低さがたけし君の素晴らしいところだなって思っています。たけし君と一緒に六甲ガーデンテラスから見た壮大な夜景と早朝の神戸港で見た朝日を僕は一生忘れません。続いては経済科学部4年の山慶君。山慶君は自分の色を確立しているエンターテイナーのような人です。ハイプに参加したのが昨年10月からということで、一緒に活動した期間はかなり少ないんですけど、その短期間の中でなんじゃこいつはって何度も思いましたね。ごめんなさい、悪い意味じゃないんです。まず外見の変化が大きくて、もう髪色が青の時もあれば、ワンピースの映画に登場した歌のコスプレをしている時もありましたし、医学部の学部紹介の時には白衣も着てましたよね。多分僕がこれまで人生で出会った人の中で最も外見変化が柔軟な人で、仕事で言うとスパイとか忍者が向いてるんじゃないかなってリアルに思いましたね。そういう一面もある一方で、動画の撮影となるともうめちゃくちゃ真剣で、もうちょっと緩めてもいいんじゃないかなって思うくらいカチッとしていたのがとっても印象的で、先ほどの外見とのギャップがとにかく大きかったです。だからそのギャップもあって、短い時間でも相手に強烈に印象を残せるというのは山慶君のめちゃくちゃすごいところだなと僕は思います。まだ公開できていないですけど、クソ寒くてもう風が猛烈に強い中でキャンパスツアーの撮影を一緒にできたことは今となっては良い思い出です。4月から大学の外に出ても山慶君の色をさらに鮮やかに濃くしていってもらって、より活躍することを楽しみにしています。続いては創生学部1年のゆいさん。ゆいさんは好きなことや自分の考えを相手に連射できる共感性抜群のマシンガンのような人です。ゆいさんがハイプに参加する前に面談させてもらった時から思ってるんですけど、ゆいさんは自分の意見をはっきりと相手に言える人です。人によってはそれちょっと言い過ぎじゃないってレベルでズバッと言えるのは、面談をしながらへえすげえなーって思っていました。しかもゆいさんの場合はライフルのようにズドーンって強烈な一発という感じではなくて、マシンガンのようにダダダダダダって言えるのが本当にすごい。それを痛感したのが創生学部の学部紹介の撮影をした時ですね。あの時創生学部の PR ということでカメラに向かって創生学部をアピールするシーンで、創生学部の良いところや好きなところをダダダダダダって連発していっていて、もう凄さを通り越してちょっと笑っちゃいましたね。あらかじめ用意していても、もうあれだけ自分の好きを外に向けて言えるっていうのは本当に素晴らしいなと思いましたね。一方でただ自分の意見や好きなことを一方的に言うだけではなくて、共感性もめちゃめちゃ高いなって思いました。同じく創生学部の学部紹介の撮影の時、お相手のひろきさんの話をうんうんわかるわかるってめちゃめちゃ共感しながら聞いていて、そこもめちゃくちゃすごいなって思いました。自分の意見を言う人って相手の話に共感して聞くのが苦手なタイプが多いと思うんですけど、ゆいさんにはそれが当てはまらないっていうのが魅力的だなって思いました。一緒に活動できた期間は短かったですけど、
創生学部を紹介する動画を一緒に作れたことはとても楽しかったです。これからも自分の意見や好きをいっぱい外に向けて伝えていってください。続いては人文学部1年のともやくん。ともやくんは繊細な感性を持ったお笑い芸人のような人です。ともやくんは自己紹介動画の時から公言しているように、もうお笑いに関する姿勢が一貫していて、いつも周りを笑わせよう、楽しませようとする姿勢が本当に素晴らしいです。ともやくんは一見するとそういうタイプに見えないところがまた憎いところで、一見大人しそうに見えるともやくんが真顔で面白いこと言うからさらに面白いんですよね。一方で周りを笑わせることができるということは、周りをよく見ているっていうことだし、周りから自分がどう見られているのかを他の人以上に繊細に感じることができるのかなと思います。もしかしたらともやくんはそれゆえに辛い時やしんどい時があるかもしれません。でもともやくんのように周りを笑わせてくれる人は僕の人生の中で片手で数えられるくらいしかいない超貴重な人です。そこは間違いなく自信を持ってください。昨年の秋、一緒に奥多田美湖の紅葉を見に行った時、車の中でみんなが書いたお題のくじを引きながらいろんな話をしたのは今も忘れられない大切な思い出です。僕を含めてともやくんが書いたダジャレを言うというお題を引くたびに、みんなが苦悩していたのもめちゃくちゃ楽しかったですね。自分の心を最優先に、その繊細な感性を生かして、これからも周りを楽しませていってください。続いては経済科学部4年の流星くん。流星くんは青い炎を持つ俳優のような人だと思います。ハイプの女性メンバーからハイプの中で最もイケメンだと声が上がることが多い流星くん。確かに容姿は間違いなく端正で素晴らしいですし、演劇をやっていることもあり、声が美しいのも魅力です。僕は流星くんが出演している舞台を2回見に行って圧倒され、自分はこんな人と一緒に活動してるのかと変に感動したのを今でも覚えています。ただ個人的には、そうした外見的な特徴よりも、もう流星くんが素晴らしいと思うのはその内にある熱さだと思っています。以前ハイプの出演メンバーだけで集まって話し合う機会があって、その時に流星くんがめちゃくちゃ熱く話をしていたのが個人的にとても印象に残っています。こうパッと見でわかるような焚き火のような真っ赤な炎ではなく、ガスバーナーのような青い炎という印象ですね。パッと見は冷たく見えるんだけど、実は真っ赤な炎よりも熱い、そんな情熱を内に持っているなぁと僕は常々感じていました。そういう熱を持っているからこそ、演劇研究部を引退してからもハイプに参加したり、他の劇団に所属したりとマルチな活動ができているのは本当にすごいなといつも思っています。以前ハイプの1周年記念の動画の撮影の際、流星くんが遅刻するおむすび少女のメイキング動画を見てハイプに参加したいと思いましたというのを聞いて、すごく嬉しくて泣きそうになったのは今でも忘れられません。大学を卒業してからもその青い炎でどんどん活躍していってください。応援しています。続いては人文学部2年のののかさんです。ののかさんはキラキラと輝く綿飴のような人ですよね。もう何度も直接言ってると思いますけど、ののかさんは最初の説明会で会った時から印象がガラッと変わって、もう良い意味で垢抜けて、会うたびに綺麗になっているなと思います。ただですね、ののかさん、ごめんなさい、最後だからちょっと言わせてください。僕がちょっと残念だったのはメガネですね。僕はメガネをしているののかさんが特に好きです。なので最近メガネをされなくなってしまって、ちょっと寂しい感じがありましたね。そうした外見的な話よりも、僕がののかさんが素敵だと思うのはその芯の強さです。ののかさんってパッと見はふわっとしているし、話し方もゆるい感じなので、騙されそうになるんですけど、中にしっかりとした芯となるようなものがあります。それを特に感じたのは、ののかさんが一番最初に出演した動画ですね。ゆいとくん、けいしょうくん、ののかさんの3人で一緒に受験生時代のことについて振り返った動画です。あの撮影の時、確かののかさんは出演する予定ではなかったと思うんですけど、せっかくなので撮影していきますかって聞いたら、まっすぐにはいって答えて驚きましたね。そして撮影が始まっても初めてとは思えないほど堂々と話をしていて、
ああ、自分はこの人の見方を間違っていた。めちゃくちゃ芯のある人じゃん、と感じました。外はふわふわとしていて、その中に芯がある。まるで縁日の露店で売っている割り箸でぐるぐるして作る綿飴のような人、そんな感じかなと思います。昨年チームリーダーの打ち上げ会で20歳になったということでワインを飲んでいる野々花さんを見れたのは個人的に感慨深かったです。これから留学に行くなど新しい領域にチャレンジされると思いますが、野々花さんなら絶対大丈夫です。その芯の強さを大切に、これからも野々花さんらしく歩んでいってください。続いては工学部1年の竹直くん。竹直くんはですね、まっすぐな目を持つパズーのような人です。竹直くんはすごく素敵な目をしているなぁと感じていました。それを一番感じたのは昨年一緒に行ったジブリパークですね。小雪さん、圭翔くん、竹直くん、僕の4人で夜行バスで愛知に行って、朝から晩まで歩きまくって、また夜行バスで帰るというハードワークでしたけど、疲れを全く感じないくらい最高に楽しい時間でした。このジブリパークに行った時、もう竹直くんの目がずっとキラキラしてたんですよ。もう漫画だったら目が星型になってキラキラなエフェクトがついてると思います。このキラキラを言い換えると、すごくまっすぐに見てる。そんな感じだなと思いました。ああ、この人は自分が好きなものをこういうまっすぐ見れる人なんだなって直感的に感じました。本当に心の底からジブリが好きであるということが言葉で言わずともその目が語っていましたね。あと昨年末に僕が編集した動画について解説する会をやった時も、もうクソ長い説明会だったにもかかわらず、竹直くんは終始とっても真剣な目でまっすぐ話を聞いてくれていて、僕はとっても嬉しかったですね。そういう目を持っている人ってやっぱり一緒にいて楽しいし、こいつと一緒に何かやりたいと思わせてくれる。竹直くんはそういう稀有な目を持つ方だと思います。ジブリ作品で言うと、もうラピュタのパズーです。ドーラ一家のようについ周りの大人たちが助けたくなってしまう、そんな感じです。そんな竹直くんと一緒にジブリパークに行けたことは僕の一生の思い出です。本当にありがとうございました。これからも応援しています。続いては法学部1年のゆうとくんです。ゆうとくんはクッション性抜群のスポーツマンのような人ですね。ゆうとくんは普段あまり見せませんけど、昨年の運動会の撮影の際、応援団長を顔負けの気合の入った挨拶を見せていて、あの時にゆうとくんがゴリゴリの体育会系のスポーツマンだと気づきました。僕の印象として、ゆうとくんはとっても素直で、周りを傷つけない人だなと思っています。昨年ナイトキャンパスツアーや、この前も合宿に一緒に行ったりして、ゆうとくんと一緒に活動しましたけど、いつも不思議な安心感がありました。言葉遣いや素振りが尖っていなくて、安心して一緒にいられる。そんな感じです。僕が大学生の時だったら、一緒に一日中部屋でダラダラして漫画読んだり、一緒にゲームしたいなって思います。クッション性抜群のソファーみたいな、そんな良さを持ってる人だなと思います。そういう良さを持ってる人は本当に貴重なので、これからも大切にしてほしいかなと思います。合宿の時、ゆうとくんと一緒に食べたいろりでの鍋や、一緒にカードゲームをやったこと、忘れたくても忘れられません。これからも応援しています。続いては、農学部4年のゆいとくんです。ゆいとくんは、あれ？特にないかな。なんか最近急に態度が慣れ慣れしくなってきたし、なんかこの前の年末の飲み会の時もなんかお酒の勢いか知らないけど、なんか失礼なこと言ってきたし、外見もなんか最近髪の色コロコロ変えてなんか迷走しちゃってるなと思うし、あーダメダメ、ここまで感動的な流れでせっかく来てたのに、とりあえずゆうとくんはパスで、思いついたら最後に言うかも。そしたら気を取り直して、続いては教育学部2年の圭翔くんです。圭翔くんは曲がったことをしない人です。圭翔くんとはグルメツアーとか受験生の応援メッセージとかたくさんの活動を一緒にしてきましたけど、個人的に一番印象に残っているのは昨年の夏に一緒に星を見に行ったことですね。曇っていて結局星は見れませんでしたけど、あの時銀山平に向かう道中でも、向こうの真っ暗なキャンプ場で花火をした時も、帰りの車内でもたくさんの話を聞くことができて、その中で圭翔くんの高校時代などの話を聞いて、
この人は筋を通す人、曲がったことをしない人なんだなと思いました。それはこれまでのハイプの活動を通してもそうで、いつも継承君は礼儀正しく、そしてできないときはできないとちゃんと言うところはとても素晴らしいなと思っていました。つい先日もハイプの今後の体制についてオンラインでミーティングした際も、ハセケンさん、この後お話があるのでよろしいでしょうかと断った上で、2月末でハイプから抜けるということをきちんと話をしてくれました。正直めちゃくちゃ言いづらかったんじゃないかなと思います。でも継承君はそれを手を抜かずにやる人、去り際の行動にこそその人の本質が現れると思うので、ますます継承君に好感を持ちました。継承君と一緒にハイプで活動ができてよかったと心から思っています。きっとこの先継承君はとっても素敵な先生になると思います。たとえ先生にならなくてもいいです。僕は継承君という人間をずっと応援しています。続いては創成学部2年の彩音さんです。彩音さんは寡黙なアイデアマンだなと思います。彩音さんがハイプの中で編集を担当しているということもあって、彩音さんが編集した動画に対して僕がチェックしたりフィードバックする機会が多かったかなと思います。その中で彩音さんはいつも、そういう編集するんだっていう、なんか僕の予想を超える編集をしてきてとっても驚きました。下界紹介の動画で地図を動かしたり、まだ未公開の動画でも僕が思わず声に出して笑ってしまうほどの楽しい演出を入れてくれたりしていました。編集のスキルももちろん素晴らしいんですけど、こうしてみたらどうかなというアイデア、発想が本当に素晴らしい。同じ編集をやる人間としてちょっと羨ましさを感じましたね。彩音さんは口数が多い方ではなくて、いつも僕の話を真剣に聞いてくれているのがとても印象的です。話す時も静かに言葉を選んで、時に見せる笑顔が最高にチャーミングです。あ、笑ってくれたと内心ちょっと嬉しくなります。彩音さんはフィールドホッケー部にも所属しながらハイプにも参加してくれているので、本当にありがたいなといつも思っています。彩音さんは他の方にはないアイデアをたくさん持っている方なので、ハイプ以外でもそのアイデアマンの才能を発揮していってください。続いては経済科学部3年のルナさんです。ルナさんは天真爛漫なチアリーダーですね。100人中1000人が可愛いと即答するほどの抜群の容姿を持つルナさん、僕が大学生の時だったらもう絶対に近寄れないです。でもその容姿も、普段の厳しいチアの練習や体型や美容のために人知れずやっていることの成果なんじゃないかなと思います。ちなみにルナさんはもちろん僕もめちゃくちゃ綺麗だと思っています。ただ一緒に活動していて思うのは、ルナさんの魅力はその容姿よりも天真爛漫なその性格だと僕は思います。ルナさんはとっても好奇心が旺盛で、新しいことに元気よくチャレンジしようとする姿勢がとにかく素敵です。昨年の冬に一緒にさよなら寒さという大型企画を一緒にやった時、ルナさんが撮影に行った時は基本的に天気がめちゃくちゃ悪くて、もう寒かったんですけど、嫌そうな顔を全く見せず終始楽しい空気のままだったのは単純にすごいなと感心しました。あとついこの前会社紹介の撮影に行った際も、その日に会ったばかりの会社の方に、めちゃくちゃ肌が綺麗ですね、どういうケアをされてるんですかとストレートに聞いていて、もうびっくりしました。いや、初対面の人にそこまで聞けませんよ普通は。そういう天真爛漫なルナさんは周りの人を自然と楽しく明るくできる、まさにチアリーダーのような方だと思います。ルナさんは現在就職活動中ということで大変だなと感じているかもしれません。でも大変というのは大きく変わると書きます。今まさにルナさんは大きく変わろうとしているだけです。ルナさんなら絶対大丈夫です。僕はずっとルナさんを応援しています。さあ残りはあと4人、ラスト4人目は経済科学部1年のナナさんです。ごめんなさい、少し思い出話をさせてください。僕が動画制作を始めた3年ほど前、周りには動画制作をやっている人が全然いなくて、楽しいんだけど孤独を感じていました。そんな時、僕の好きな動画クリエイターの方が主催する動画制作のキャンプがあって、僕はそれに参加しました。そのキャンプで懇親会があって、そこで僕は講師として参加していた動画クリエイターの方に自分の現状を話しました。
一緒にできる仲間がいなくて孤独を感じていますって。そしたらその方はこう言ってくれました。僕も昔はそうでした。だから自分の友達をカメラで勝手に撮影して編集して Vlog して見せたんです。そしたら、え、すげえ、こんなかっこよくなるの、動画ってすげえなってめちゃくちゃ喜んでくれたんです。だから逆にそれは動画を好きにさせるチャンスかもしれませんよって。僕はその話にとっても感動して、そこから僕は自分の周りの人を撮影してその人たちの動画を作ろう、そうすれば動画を好きになってくれる仲間ができるんだと信じて、これまでハイプで活動をしてきました。奈良さんは3月以降のハイプのリーダー陣に立候補してくれて、その際にハイプが大好きになりましたと言ってくれました。その言葉を聞いた時、あの3年前のキャンプで言われたことを思い出し、自分のこれまでを肯定された感じがしました。今までやってきてよかった、そう心から思えた瞬間でしたし、こういう方がいるんだったら自分はもういなくて大丈夫だなとも思いました。ナナさんは非凡な編集センスを持つリーダーです。ナナさんは動画が好きというのが言動に表れていて、撮影中はいつもニコニコしていて楽しそうですし、編集もとにかくうまい。僕はセンスという言葉があまり好きではないんですけど、ナナさんは編集のセンスがある、もうそう言わざるを得ないほど、カットのつなげ方や動画としてまとめ上げるスキルがめちゃくちゃ高い。これフィードバックする必要あるって何回思ったか分かりません。その編集センスだけにとどまらず、ナナさんが素晴らしいのは自分の意見をはっきりと相手に伝えることができることです。ハイプの中で数少ない提案型でものが言える人です。上級生に対してもこれでお願いしますとはっきり伝えている様は、もうリーダーのオーラをまとっていて本当にすごいなといつも感心しています。ナナさんのような方がこれからのハイプのリーダー陣になるということで、僕は安心しましたし、何より嬉しかったです。ハイプを好きになってくれて本当にありがとうございます。これからのハイプをよろしくお願いします。続いてラスト3人目は人文学部3年のちかこさんです。ちかこさんは癒し星という惑星から人類を救いにやってきた地球外生命体ですね。もうそう言わざるを得ないほど他の人とは違う色を放っている方です。初めてちかこさんと会ったのはハイプに興味があると DM をくれて、図書館でやっているライブ配信を見に来た時だったんじゃないかなと思います。その時確かちかこさんの髪色が確か青で、おお、また個性的な人が来たなと思ったのを覚えています。ちかこさんの特徴でさらに言うと、ちかこさんの声は本当に素晴らしい。麦さんのようなはっきりとした声とは真逆で、とっても優しく聞いている相手を包み込む響きがあります。これはもう天性のものとしか言えないレベルで、多分その優しい声でささやく ASMR 的なチャンネルをやれば多分大ヒットするんじゃないでしょうかね僕自身何度その優しい声に救われたか分かりません。また小さいけど重要なこととして、ちかこさんはハイプの連絡でいつも必ずリアクションをしてくれていて、僕はいつもあのリアクションに救われています。自分の投稿ちゃんと見てもらえてるかなと個人的にいつも不安を感じているところ、ちかこさんは必ずと言っていいほどリアクションしてくれるので、あ、見てもらえたとほっとします。こうした些細なことなんですけど、これができる人は本当にいないです。ちかこさん自身が言っていたように、ちかこさんはとても個性的で繊細な感性を持っているがゆえに、自分で感じたことを言語化したり外に伝える形に変換するのに時間がかかって、そこに歯がゆさを感じていることも多いと思います。でも僕としては時間がかかってもいいから、もう人類の時間軸に合わせなくていいから、ちかこさんのその個性を何より大切にしてほしいなと思っています。いつも時間ギリギリで集合時間に慌てて走ってくるちかこさんはとっても可愛くて素敵なんですけどね3月からハイプのリーダー陣の一人ということで、これまでとは違った関わり方になるのかなと思います。リーダーというのは構造的に孤独になってしまうので、ちかこさんの個性で他の2人を癒してあげてください。そうすればハイプはもっともっと楽しい団体になるはずです。
そしてこれからもたくさんの方に癒しを届けてくれたら僕は嬉しく思います。そしてラスト2人目は法学部2年の小雪さんです。小雪さんは裏表なく人と接することができる人です。小雪さんはハイプのモットーである等身大で楽しくを最も体現している人だなと思います。小雪さんとの最初の出会いは2年前の新刊での説明会で、その後ライブ配信の見学にも来てくれましたね。あの時見学に来ただけだったはずなのに、もしよかったら出てみますかと試しに聞いてみたところ、あ、はいと言って、そのまま麦さんとゆいとくんと一緒にライブ配信に出た時は本当にびっくりしました。もうこんな方が入ってくるのかと、もう驚きと同時にワクワクしたのを覚えていますね。その後も、もう小雪さんとは本当にたくさんの活動を一緒にしてきました。学生寮の紹介、学部紹介、柴田や佐渡、長岡花火も一緒に行きましたし、昨年には神戸やジブリパークにも行きました。それで見えてきたのは、小雪さんはとっても等身大だということです。言い方を変えると、人前で等身大を晒せる、裏表含めて相手に見せられる人だということです。動画の小雪さんはいつもとにかく楽しそうですし、基本的に動画に映ってないところでも楽しく元気そうにしています。一方で小雪さんは不安であったり悲しみ、迷いといった感情も見せてくれますし、時に涙を見せてくれたこともありました。そういったネガティブな感情を人前で見せられる人はなかなかいない。おそらく多くの人はそういった感情を隠そうとするはずです。もちろん小雪さんも見せてやろうと思ってそうしてるわけではないと思いますけど、小雪さんはそういうネガティブな部分も人に見せることができる人です。だからこそ信頼できる。この人は裏表なく自分に接してくれている、そう感じさせてくれる人です。それゆえ人によっては好き嫌いが分かれるかもしれません。でも僕はそんな小雪さんが好きです。たとえ嫌われたとしても変える必要はない。そのままでいてほしいと思います。小雪さんは3月からのリーダー陣の初心表明で、ハイプに恩返しがしたいと言ってくれました。その言葉はとても嬉しいです。けど僕としては恩返しなんてしなくていいから、これまで通り、これまで以上、小雪さんが楽しい、やりたいと思ったことをやってほしいと思います。嫌になったらやめればいいんです。無理にハイプという型に自分をはめようとしなくて大丈夫です。等身大で楽しく、無理しなくていいし、焦ることもないです。小雪さんはそのままでいいんです。どんな選択をしようとも、僕は小雪さんをずっと応援しています。そしていよいよ最後ですね。最後は農学部4年の麦さん。麦さんは僕の中でちょっと他のメンバーとは位置づけが異なる特別な存在です。なんかこういうと愛の告白みたいな感じですけど、まあ、そういうことでは全然ないですからね。僕はこの2年半ずっと麦さんに言いたかったことがあります。それは、あの時参加してくれて本当にありがとうございました。今から約2年半前、コロナ禍で大変だった時期に動画で発信したいと思っていたけど、なかなか仲間が見つからなくてどうしようって思っていました。特に大学生で一緒にやってくれるという人が見つからない。そんな中、送ったメールに唯一返信してくれたのが麦さんでした。夏の日、松風会館2階の会議室で麦さんと初めて会った日のことはまるで昨日のことのように覚えています。麦さんは、まあ、今より純朴な感じでしたよねそして麦さんがやってみたいですと言ってくれた時は、嬉しいというか救われた気持ちでした。まるで海で溺れて窒息しそうになっていた時に海から引き上げてもらったような、そんな感じでした。あの時の感謝を僕はこの2年半忘れたことはありません。今のハイプがあるのは間違いなく麦さんのおかげです。これまで何百本もの動画やライブ配信や音声配信に参加してくれました。ミーマでの活動やアルバイトや学部の授業などがあるにもかかわらず、いろんな企画に積極的に参加してくれて、ハイプというグループの活動の幅を大きく広げてくれたと思います。麦さんは最後までやり抜くことができる人です。もちろん今までのハイプの活動が全て楽しかったわけではないと思います。それでも
大学を卒業するこの時までやり抜いてくれました。それは本当にすごいことで、他の人にはなかなかできないことです。移動中の車内で爆睡していても、撮影になるとピッと切り替えて、カメラの前では明るく楽しい雰囲気を崩さないその姿勢は見事としか言えません。あの時、ハイプに参加してくれて本当にありがとうございました。そして、ここまでやり抜いていただきありがとうございました。麦さんと出会えて本当に良かったです。これからは一ファンとして麦さんの今後を応援しています。本当に心からありがとうございました。ということで、超絶ウルトラスーパー長くなりましたけれども、今回はハイプの学生メンバーに言いたいことを好き勝手お話しさせていただきました。僕がここまで話したことは一言にまとめることができます。ありがとうございました。それだけです。僕はハイプというグループが好きですし、このよくわかんないグループに参加してくれたメンバーのことが大好きです。こんな素敵なメンバーと一緒に活動できて本当に幸せでした。間違いなく人生で最高の2年半でした。ハイプやみんなの活躍をずっと応援しています。そして僕の音声配信をこれまで聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。1年弱という短い期間ではありましたが、皆様のおかげでここまで続けることができました。心から感謝申し上げます。ハイプの活動はこれからも続いていくので、ハイプを応援していただけたら本当に嬉しく思います。あ、音声配信は少なくとも3月頭まではあるので、他のメンバーのも引き続きお楽しみください。以上、新大ハイプの長谷川がお届けしました。それでは、さようなら。大丈夫、忘れてないですよ。ゆいとくんをね、もうさっき忘れちゃってたので、最後にちゃんと言いますね。ゆいとくんは、チャレンジ精神旺盛なスロースターターです。ゆいとくんは、麦さんの次くらいにハイプに参加してくれて、一番最初は4人で受験生時代の話をする撮影でしたけど、あの時のゆいとくんはめちゃくちゃ緊張してましたよね。そこからライブ配信だったり、昨年は信州大学とのコラボ企画の取りまとめも全部やってくれたり、目覚ましい活躍でした。そして昨年くらいですかね、ようやくゆいとくん本来のちょっとふざけたいキャラというか、お兄ちゃんというか、周りを楽しませようとするキャラが出るようになってきたのが、なんでそのキャラもっと早く出さないんだよって突っ込みたくなりました。なのでゆいとくんはスロースターターなんだと思います。最初はゆっくり始めて後から大きくなっていく人だから、大学の4年という時間の中でこれだけたくさん活躍できたゆいとくんが今後の人生でどれだけ大きくなっていくのか、僕は本当に楽しみです。4月からは新入社員ということで、最初は仕事に慣れるまで大変だと思います。でも3ヶ月くらいすると大体の空気感や仕事が見えてくると思うので、そこからは焦らず少しずつゆいとくんらしさを発揮して、どんどん新しいことにチャレンジしていってください。それじゃあお元気で、バイバイ。